今回は、スノーマンのメグロレンさんが、変わるきっかけ、になったというか、トゥーンの亀梨和也さんの言葉についてお伝えします。スノーマンのメグロレンさんは、2023年11月4日に、亀梨和也さんの YouTube チャンネルにゲスト出演しました。その中で、メグロさんは、亀梨さんからかつて言われた、このグループが大成したかったら、自分が出たいのはわかるけど、 俺が宇宙6のメンバーだったら、まず目黒を売れさせるね、という言葉が、自分が買われたきっかけ、だったと明かしました。目黒さんは、亀梨さんのソロコンサートに出演した際に、この言葉を、打ち上げの場で聞いたと語りました。当時は、グループの端で踊っていることが多く、亀梨さんの言葉を信じられなかったと振り返りました。しかし、その後、 亀梨さんとの交流が増えていき、僕にとって、亀梨君は、ガチでお世話になった先輩、と、感謝の気持ちを伝えました。亀梨さんは、目黒さんの活躍を称賛し、他の奴らも個性があって頑張ってたけど、このチームがまず、最初にドンってスタートを切るなら、まず目黒レンだろうっていうのは、俺から見たら当たり前の話だった、と語りました。 また、目黒さんが YouTube のゲストになること、同じグループの宮舘良太さんやファンのことを気遣っていたというエピソードも明かしました。この動画は、亀梨さんの YouTube チャンネルで公開されており、現在約100万回以上の再生数を記録しています。ファンからは、さすがねで、ね、亀梨くんが褒めてるのを聞けて嬉しい、ファンのことまで考えてくれるのが素敵。 といったコメントが寄せられています。スノーマンは2020年1月に CD デビューした9人組のアイドルグループで、目黒さんはメインボーカルとして活躍しています。k a t ーン n は2006年に CD デビューした4人組のアイドルグループで、亀梨さんはリーダーとして活躍しています。両グループはジャニーズ事務所に所属しています。次回もお楽しみに。 スノーマンのメンバーであるメグロレンさんが2023年11月4日先輩アイドルグループカトゥーンの亀梨和也さんの YouTube 動画にデスト出演しましたメグロさんは自分が変わるきっかけになったと語りました亀梨さんはメグロさんの活躍を称賛しブレタナーフと話しました動画はスノーマンメグロレンとドライブデートというタイトルで 10月17日に公開されました。亀梨さんは、当時のライブ終わりの打ち上げの場で、このグループが成功するためには、自分が宇宙6のメンバーだったとしても、まずはメグロを降り出さなければならない、と話したと明かしました。メグロさんはグループの端で踊っていることが多かったため、亀梨さんの言葉に照れながらも、覚えていますよ、と答えました。 しかし、目黒さん自身は、亀梨さんからそう言われたことはなかったため、何を言っているのか理解できなかったそうです。そこから交流が増えていったといい、僕にとって、亀梨君は、ガチでお世話になった先輩、と、改めて感謝の気持ちを伝えるのだった。アイドルグループ、スノーマン、目黒蓮さんが、2023年11月4日、 先輩グループ、カトゥーン、亀梨和也さんの YouTube 動画にゲストで出演。自分が変わるきっかけになった、という言葉を明かした。スノーマン・メグロ・ロレント・ドライブ・デート。10月17日に YouTube チャンネルを開設してから、初めてのゲストとなったメグロさん。今回は、プライベートでも、親交のある二人が、共に、夕飯の料理をするべく、 ドライブがテラ買い出しに行く道中の様子が公開された。動画冒頭、亀梨さんの運転する車に乗り込んだ目黒さんが、二人で映ってるっていうのが初めてじゃないですか、と話しかけると、亀梨さんは、初めてだね。二人の出会いは、目黒さんがまだジュニアだった頃、僕のソロコンサートに出てもらった時でした。亀梨さんは当時、ライブ終わりの打ち上げの場で、 このグループが成功するためには、まずはメグロを降り出す、と話していたんです。メグロさんは踊りの中心ではなく、単で踊っていることが多かったそうですが、それでも、僕はメグロさんを買っていました。でもメグロさん自身は、そんなことを言われることがなかったので、ピンと来ていなかったそうです。そこから交流が増えていったといい、 そこから交流が増えていったといい、カトゥーンの亀梨和也が5日、YouTube チャンネルを更新し、スノーマンのメグロレンと一緒に撮った、ほろ酔いのショート動画を公開しました。メグロが亀梨の動画にゲスト出演し、二人でドライブデートするという企画を撮影しました。食事に行き、スノーマンメグロレンとお酒を飲む、 と題したショート動画を撮影しました。目黒がカメラに向かって、初めて、亀梨くんと二人で動画撮りましたね、と話した後、亀梨は、笑顔で、ワイングラスを手に持ちながら、二人ともちょっと酔っ払ってます、と言いました。亀梨は、自身の YouTube を宣伝した後、二人で手を振って締めくくりました。この動画は、貴重なほろ酔い姿、 幸せ空間、ほんのり顔、赤い二人が可愛い、と反響を呼んでいます。モデルプレス、亀梨和也は、YouTube チャンネルを更新して、スノーマンのメグロレンと一緒にドライブに行った際の動画を公開しました。亀梨にとって、メグロは、10歳以上年下の後輩ですが、亀梨の YouTube チャンネルにゲスト出演するのは初めてのことでした。 ドライブ中、亀梨は、メグロに向かって、メグロは本当に優しいなと思ったんだけどさ、と話し始め、まずこれ、YouTube のゲストになると一発目じゃ。そしたらお前がさ、僕全然いいですけど、って、タチとかが同じチームだから気にかけてくれてたじゃ。タチのこともファンの方のことも、と語りました。亀梨と宮立は、宮立が、 亀梨主演の舞台、ドリームゴーイエスに出演したことから、長年にわたり親交があります。メグロは、出演オファーを受けた際、宮舘のことを気遣っていたそうです。メグロの人柄が現れたエピソードに、ファンからは、さすがめめ、亀梨くんが褒めてるのを聞けて嬉しい、ファンのことまで考えてくれるのが素敵、と反響が寄せられた。また、 メメの弟感が、最高、亀梨くんと並ぶと後輩力がより伝わる、といった声も多く上がっている。スノーマン、の目黒ろ連が4日、カトゥーン、亀梨和也の YouTube チャンネルにゲストとして出演、先輩タレントと軽快なトークを繰り広げた。動画冒頭、亀梨の運転する車に乗り込んだ目黒が、 二人で映ってるっていうのが初めてじゃないですかと興奮気味に話しかけると、亀梨は初めてだね。売れたなびっくり売れてるよ、と先輩風を吹かせながら返答。二人の出会いはジュニア時代だったようで、まだメグロが宇宙シックスの頃に僕のソロコンサートに出てもらって。